もちろんありましたよね。風磨のハプニングからの本筋への戻し方ってすごいよね。技術力が次の段取りあるんだよ。喋れ。あ、わかりました。なんとかしたい方がいいんだけど、まああったらうるせえな。まあこんな。さあそして、サクセス荘といえば本番一発撮りだからこそのトラブルというのが、ドラマの時からもありましたけれども、貞本さん今回もあったんでしょうか。いや、もちろんありましたよね。いやもう本当に、見ていただければ分かるんですけども、いやさすがこれがサクセス荘だなっていうハプニングがたくさん起きて、いや間違いなくこれはハプニングなんだろうなっていうこともあるので、それも楽しみにしていただきたいですし、もうそのハプニングを乗り越えてのあのシーンとかこのシーンとか、すごい奇跡がたくさん起きてるので、すごいそこは楽しみにしていてほしいですね。風磨のハプニングからの本筋への戻し方ってすごいよね。技術力がね、いやもう必死でしたね。あんまり覚えてないですよ。本当に無我夢中でやりました。映画だけじゃなくさ、本編とかもさ、結構風磨とマーシーがやっぱ戻してくれないとわちゃわちゃしてしまうっていうところが多い中、すごいよくやってくださったなっていうのがすごいある。いや、ありがとうございます。映画でもそうだし、はい、そういう感じです。結構皆さんハプニングをこう逆に楽しみにしてるようなところもあるんですか。なんだろう、ちょっと演劇人と私は思ってるんですけど、皆さん多分違うんでしょうけど、星のどうしたんですか。どういうこと。演劇人だと思ってる。演劇人はなんとかしなきゃっていう、どこを向いてらっしゃるんですか。あれ質問投げられて、僕答えどこ向いてらっしゃるんですか。もういい、次の段取りあるんだよ。 MC さんなんで段取りね、確認がどこ見てらっしゃるんですか。大変失礼しました。もう大丈夫ですか。皆さんに喋れ。あ、わかりました。なんとかしたいっていう気持ちが溢れている人種でありますよ。なんとかしたい石ころなんですか。いや、なのでトラブルありました、よし私に任せなさいっていう面々でございます。何なんですか。すいません、もう次行っちゃってください。そうですね、すいません、よろしくお願いいたします。皆さん本当にもうトラブルはウェルカムということで。ウェルカムではないですよ。ない方がいいんだけど、あったらうるせえな。こんな一言ずつご挨拶お願いいたします。唐橋さんからお願いいたします。何も全部何もかも初めて尽くしで、この映画演劇、もう最後まで見ていただいた時に、あ、やっぱ映画演劇だってきっと分かられる瞬間がやってくるんではないのかなと思っております。私もこの生涯かけて語り継ぐ作品の一つになりましたので、皆様そのお力添えいただけたらと思います。本日はご来場ありがとうございました。そうですね、本当にワン、ツー、スリーサクセスをやってきて、すべての小ネタとかストーリーとかが全部詰まってるんで、本当に全員が美味しい場面一つずつありましたもんね。本当そういったところを皆さん均等に楽しんでいただけると思いますし、ストーリーの夢というテーマがあって、めちゃくちゃ皆さんにグッと刺さるところがあると思います。そちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、本日はありがとうございます。テラちゃんが言ったように、本当ギュッと詰まってて、サクセスの住人の個性であったり、そのなんだろう、愛というか信頼関係であったりっていうものが本当に濃密に詰まっていて、でその中で新しい風がビュービュー吹いておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。この映画演劇サクセス荘という作品が2022年を、最高のスタートを切れる、皆様の何かきっかけになれればなと思っております。はい、本日はこの後ぜひお楽しみください。本日は本当にありがとうございました。はい、本当95分一発撮りっていうものは思った以上に大変だったんですよ。でもそれは我々キャストだけではなくて、編集してくださったスタッフさんだったりとか、いろんな調整をしてくださった各事務所さん方の全ての力の結晶だと思っております。そんな僕らが大変な思いをしたサクセス荘が、もうみんながこの2022年の始まりで笑っていただけるような作品になってくださったらとても嬉しく思いますので、最後まで存分に楽しんでください。ありがとうございました。はい、皆さん最後までありがとうございました。まだね見られてない方いらっしゃると思いますけども、もうとにかく本当に西荻窪の奇跡、もう本当にアクシデントも含めて奇跡ですし、みんなで集められたのも奇跡ですし、なんか本当に最後見終わって、あ、これなんか奇跡の瞬間見られたなって多分思ってくださると思うんですよ。なので本当に風磨も言ってましたけど、2022年のもう本当一発目にふさわしい映画となっておりますので、皆さん最後まで楽しんでください。ありがとうございました。本日はありがとうございます。そして明けましておめでとうございます。このような素敵な日に参加させていただいたことを本当に感謝しております。たくさん笑って、感動してください。そして2022年一緒に素敵な1年のスタートを切りましょう。本当にありがとうございました。はい、本日は本当にありがとうございました。このサクセス荘の映画ですけれども、本当に集大成と言えるぐらい本当に素晴らしいものにみんなで作り上げました。スタッフさんの愛も本当に詰まってるので、本当に細かいところにもすっごいこだわってやってるので、いろんなところを見て楽しんでいただければなと思います。そして、まあ、先ほどもお話出ましたけれども、まだサプライズあるんだっていうのが本当にサクセス荘らしいな。このサプライズ告知しないんだっていう、本当にびっくりしました。でも本当にそれぐらいのサプライズがこの後待ってるんで、本当に皆様そちらもぜひご覧になって楽しんでいただけたらなと思います。本日は本当にありがとうございました。そうですね、かっこいい仲間たちと、そしてスタッフさんの愛をぜひ最後まで余すことなく見届けてください。本日はありがとうございました。